すごいね。すごいですよ。目的地は右側、民宿海っ子。これか。到着しました。着きました。着いたぞ。はい、ということで。はい。須崎、着きました。着きました。はい。これから、民宿、はい、海子さんに行きたいと思います。楽しみです。はい。よいしょ。36.1 です。はい。じゃああやちゃんがヒラメで、ヒラメで三人がブダイ。自分たちはブダイ行きます。こっち側でした。いやそういう時あるなと思いながらも持ち込みしてるからメディナと、はい、それで、はい、先にお風呂入りました。あ、そうします。行ってきます、はい、すぐ声かけます。ね、チラシなし、で、この辺ちょっとめでたい時とかそういうふうにやるんですけど、今日はもう子供たちがもう興奮しちゃって食べてみてください。で、白いご飯もありますのでね。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。何かありましたらまた言ってください、はい、なんかすごいんですけど、これは何なんやね。うわ、すごい、びっくりした。伊勢海老がマジか。金目鯛。うわあ、これはちょっと待って、開けてみますね。うん、まずこの茶碗から。わあ、これはさんま寿司じゃないですか。あ、本当だ。なんか伊豆の名物っていう。ああ、そうなんだ。これは。わあ、煮しめというか、ね。美味しそう。サザエのつぼ焼きも2つあるっていうのがなんかすごいですね。ね、このお漬物とかも私こういう白菜とか大好き。天ぷらもエビが2匹入ってて本当に豪華ですね。豪華だね。すごく見えた。座布団いいですか。もう座布団いいですか。なしで硬い方がいい。いや、びっくりしました。これ初めて開けて完成がね、本当に初めて見ました。この魚なんだっけ。あ、この入ってる魚なんですか。赤歯だね。これじゃない。あれ、これさ、あ、はい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 、来ました。よし、来ました。おちょっと動してしまいましたけど、はい、乾杯。乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様でした。そしてナイス釣り。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか頭似てますね。あ、うまい。うまいね。うまいです。このもずく酢、何より大好きなんですよ。あ、私も好き。で、金目鯛。金目鯛。これはすごい。すごいね。で、こう刺身。これ逆なんですけど、ね。はい。ということで、これ刺身。うん、うん、まずこれマグロですよね。うん、マグロ。うん、で、カツオ。かあ、これカツオですね。あ、はい。で、うん、これが稲田、うん、で、梅色、これもな、梅色、梅色と水タコ、うん、わかりやすいね、うん、水タコ、これですね、うん、で、あとは、マダイと、うん、ということです。なるほど、美味しそうです。はい、でね、うん、なんとか今日ちょっと暑さいんですけども、あー、このご生命、すごいよ。びっくりですよね。初めて。じゃあ、いただきましょう。すごいね、竜宮城のようだよ。口なしのご飯なんですけど、うん、この須崎っていうところのお祝いの時に食べてね、ね、知らなかったよ。いや、こういうものをびっくりしたもんね。嬉しいですね、うんうん、一応普通のご飯の上もありますよってことで、うん、はい、すごいたくさん食べる。これマコ一人分ですね。あ、そうだね、全然よ。ということでね、うん、ロイドご飯1億回イエイ、ありがとうございました。再生記念ということで、ありがたいね、うん、すごいね、すごいよ。1億回って聞いた時はマジかと思ったもん。うん、
確認してなかったという自分で確認してなかった聞いて耳に水でした。じゃあこっちから行きましょうな、はい、タイカーって言ってこれやろ違う違う、はい、じゃあいただきます。うまい、ほんといただきます。閉まってます。うん、カツオもいこう。カツオもうまいですよ。うん、ほんと、ほんとだ、おいしい。梅色ね、なんか確かにすごくね、身がとっても綺麗な色をしているね、うん、美味しい、うん、うわこのタレをかけてさ、つけていいかい、このいいところ取っちゃって、もちろん言ってください。これさ、うまい、うまいよこれ。なんか煮魚ハンターやね、あやちゃん。煮魚本当に好きなのよそうやね、なんか、うん、でもこれね、すごい綺麗に食べられる自信あるの食べないけどね。じゃあちょっと水だこ行こうかな。あ、うん、これうまそうやな、水だこもね結構好きなんだよね。うまいね、コリコリしてね。うまいうまい、いただきます。うん、うんうん、満喫してますよ。思いじゃん。タコのが上位で、俺より。もうちょっとそろそろご飯痛くてしょうがない、俺さっきから。全部うまいね。はい、どうも。さあ、綺麗な色だね。これだけでいこう。うん、色がうまそうだ、ね。これちょっと塩気がある。これ何の味かわかんないけど塩気がついてるよ。これマジこれだけでいけるよ。うん、そうそう、煮物も気になってたよ、私。ブロッコリーが入ってるって、なんか、うん、彩りがいい。じゃあちょっとブロッコリー、うん、うん、はい、何でしょう。里芋があったよ。やったー、ありがとうございます。大の大の大好き、ありがとうございます。いい味付け。あ、そう、うん、今からさ、食べよう、里芋。うん、うん、うん、今のってね、なんかご飯もらおうかな。またご飯、え、マジで、もう前までびっくりした今、うん、ごめん、あれ入れてなかったっけって思っちゃった今。ちょっとなんか本気食いです。あ、結構いろいろ入ってるんだね。すごいよ、本当に、うん、だってめっちゃうまいですよ。ごぼうもあるし、大根も人参もね。じゃあ、吹きから、気になるから。かなり吹きですよ。うん、お、自然の味を、めっちゃこの苦味が吹きだね。エビ攻めます。あ、いいこと考えた。うん、このだしにつけてみてもらおう。うん、うまく取るよね、その私、うん、途中で取れないこと多い。珍しく綺麗に取れた。うん、この苦味最高やね、うん、中のあれうまいよ。あ、うん、お酒美味しくなるね。うま、酒いきましょう。うん、
よいしょ。うん、おい、もう綺麗に取ってくれてる感じだね。うん、美味しい、美味しい。おー、磯の香りがすごいする。美味しい。はい、マコ。はい、どうも。ちょっとこのサザエ食べたらお酒いいかね。おー、飲みやすい。ちょっと甘みもあって。あー、甘みがあって美味しいですね。うまい。うん、美味しいです。お酒の味が。うん。21歳なんて。21歳です。ラス。あ、確かに。あ、本当や。うん。すんごい飲みやすい。うん。あ、うまい。これを食べてみたい。うん、食べてみたいと思います。うん、うまい。山椒の葉っぱだね。うん、またいいんだね。食べるのこれ。うん、へえ。いただきます。はい。うん、おいしい。うまい。食べたいと思います。確かに味するね。確かにこのままでいけるぐらい、うんうん、身が締まってるんですよ。いいんですか。面白いんですよ。うまいよね。めちゃくちゃうまいね。うん、おー、なんかお肉みたいだね。うん、合う。伊勢海老ってなんか、うわー、そういう、そういうことか。これすごいよ、これ。え、すごいね。マヨリピ、どそういう風に入ってたんや。これはすごいわ。驚きだわ。宣伝とかでしか見ないやつだよね。うん、すごくない。すごいわ。この魚とかね。魚とかね。匂いがすごいもんね、もうね。うん。さっきよりもだいぶ傘が減って、なんかすごいよ。これはいいスープですよ。だしがさ、すごいと思うよ、これ。すごい、すごい。うん、うわ。もうだってエビそのものね、本当に。うわ。レン君、行ってください。うん、いただいちゃっていいんですか。もちろん、いただいちゃって。これは。功労者ですから。ああ、エビの匂いがすごいですね、本当にもう。どこから手をつけていいのやら。身ですね。うん。いただきます。ああ。うまいですね。最高ですね、これ。いいね、最高出ました。これはどうなってんやろ。おお。魚も本当に。うん。ものすごいこっちもね。こっち。味噌仕立てになってんだね。すごいね。ついに伊勢海老。うん。これ出汁から飲む。おお。すごいね、全部入ってる感じだね。さあ、こんなになんていうの、こうがっつりがっさり食べられるってね。うん、おいしい。うん、ね、うん、そうだね、来ました。うわおおそんなと取れる、すごいな。夢のようです。これ一人分だけじゃないよ。すっごい風味の濃さ、マジですごいよ、本当にこれ。あ、ちちちちよく戻ったな、ちょ。身がすごい詰まってる。うん、すごい。味噌がね。おー、うまい。最後こうです。最高ですね、本当に。先がめちゃくちゃ合うよね。うん、どっからでも合うよ。さっきからすごいことしか言ってないよ。うん、たまらんばい、たまらんばい。
伊豆の里っていうここで飲むところがね。はい、ということで、うん、歩きに行きましょうか。そうだね、うんうん、ちょっとあったかい感じ。いや、畳の匂いがめちゃくちゃいい。ここはあやちゃん一人の部屋です。行きましょう。今の時期は伊勢海老漁で、それで皆さん朝早いので、うん、本当にそういうあのなんとかな野菜とかそういうの持ってお鍋で食べるっていう、はい、あのご飯だけ持って、うん、だそういう昔からの言い伝えなんですけどね。美味しかったです。あのお味噌も地味すんだんですか。自分で作って。あ、そうなんですか。もうすっごいうまかったです。あ、そうですか。ありがとうございます。毎年あのね、12月に作らないで11月に作るんですよ。だから2年越しの店はいけないっていう、あ、もう母に聞いてて、いつも11月の末に作って。すごい美味しかったです。ありがとうございます。こっちから行く。あ、そうだね、さっき作りができたと思う。今もう店畳んでったけど、うん、私のあのおじいちゃんの家は、うん、豆腐屋さんやってて、あの黒磯の方で、うん、ナスかなんかこういう長屋みたいな、長屋なんていうの、こういう別棟になってるの、住んでるとこと仕事場とか、なんか似てたわ。こんな感じ。懐かしさ。海の音がいいね。そうだね、うん、月明かりも結構明るいね今日は。明るいね月は、うん。本当に静か。まだ10時過ぎです。結構ね、うん、あのイカ釣りをしてる人とかがいて、ねえ、釣果の方が分かんなかったんですけど。そうですね。うん、ね、明日もまた晴れそうだから。そう、明日はね朝ごはん8時です。はい、うん、8時ね。じゃあ寝ましょう。はい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい。おはようございます。おはようございます。爆睡しました。苦しかったよ、ね。うん、シーパップ忘れたからね。もう結構それは苦しかった。見てくださいよ。歯ブラシまで用意されてるって。すごいよね。本当にすごい。で、これが歯磨き粉なんやって。あ、ちょっと美味しくなかった。いや、びっくりした。なんか、なんか、いいか、すごい。あ、なんかいい感じです。よろしいですか、だったね。うん。あ、おはようございます。おはようございます。お食事はよろしいですか。はい、お願いします。亀の手が好物やという、うん、好物っていうことを、うん、なんか皆さんね、うん、よく知ってくれてるね。いや本当にびっくりしました。と、うん、いうことでなんかこう今日は味噌汁が亀の手らしいです、うん、なかなか食べることないですからね、うん、これが今日の朝ごはんです。すごい干物の美味しそうだね。この干物石亀、うん、水産。あ、そうなの。うん。もう大絶賛してた。うん、うん、うまいよね。めっちゃうまいよね。ここで食べられると。あと、うん、塩辛も石亀の。あ、そうなんだ。もうじゃあ塩辛ということでした。ここで食べられるんですね。おお。肉じゃが。すごいな、朝から豪華。いただきますか。いただきましょう。はい、いただきます。いただきます。いただきます。この塩辛と干物で、うん、絶対すごい。
あ、じゃあとりあえずそれでお願いします。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。今日の第1号、ダイス。第1号です。いただきます。俺もびっくりした。こういうなんか蓋の裏、うん、がこう可愛かったりとか、なんか渋い、うん、柄ってなんか日本っぽいというか。そうだね。学ランを思い出します。学ランその人。これこれこれ。でかっ。おお。本当だ。すごいでかい。めっちゃでかい。俺そんな見たことない。え？そんなでかいのあるんだ。この干物もね、頭からいけるからいいっすよね。卵が結構豪快なんですよ。厚みがすごい、本当に。うん、わあ、すごい。なんか人参が入ってる。あ、そうなの。ほんまほんま。何から食べるね。こんなさ、一挙に並ぶことがないから。おお、髪の毛の出汁が出てるね、うん。すごい。じゃあ、塩辛食べてみよう。来ましたね。うん。この塩辛さ、すごい美味しそうだね、うん、すごい、使ってる。今日買っていきましょう。うん、うん、うまい、これは美味しい。じゃあね、干物からいきます、うん、ちょっともう、つかみめんどくさいからさ、出ていくの？出てさ、ちょっといや、頭からって聞いたからね。頭から、頭からいって。ご飯何杯でも足りないよ、マジで、うん、これ最高最高最高ですよ、本当に。本当うまい。焼き具合もいいね。うん、本当に、うん、うまい。レン君は納豆からいきます。すごいね、うん、個性出るね、やっぱね、うん、あの頭とたくあん1枚でいった。でこのキュウリの酢の死ぬほどうまい。俺これあんまり酢とか苦手なんだけど、めっちゃうまいよこれ。なんで？あ、キュウリ、あ、うまい。キュウリの朝は発音ええね、うん、本当にやばい、うん、今日のプランが狂うぐらい白米合い食べれるよ。白米合いこれすごいだよね、うん、うまいな。うん、わさび漬け、わさび漬けこれは合いますよ。なんでそんな、うまい、なんでそんな気合入ってる朝から。なんかテンション上がった。なんかね、この米がめちゃめちゃもっちりしてるの、うん、うまい。こう炊き加減がいいやろ。うん、わかる。これ今日で一番テンション高いしね。またさ、ちょっと昨晩はちょっと固めであるあるですごく好きだったわけ、うん、違うと思って偶然かな。うまい。まこが絶賛してた。うん、キュウリいきます。うん、うん、ね、まあ、うまいよね。かまぼこって、うん、本当にこういう民宿とか以外でなかなかね、食べる機会ないですよね。ね、うん、なんか民宿の朝ごはんってさ、これだけでご飯が進むってものがいっぱい並ぶやん、うん、なんかいつもどれで食べようって迷うんだよね。で最終的にすごい変なバランスで食べるっていう、うん、アジの着物は頭からいってます、うんうんうん、すごい、こっちですよ、うん、うん、すごいね、うん、うわうわ、めちゃめちゃ柔らかい。これすごい、もうザ肉、ザ肉じゃがって感じだよね、うん、すっごい味しみてても。あ、そう、うん、最高だね、うん、うまっ、美味しい。卵もめっちゃうまいですね。これさ、ふわふわなんだよね。うん、うまい。え、また食べてへんの？もう食べてへんから、肉では。さすがやな、なんかこう、うん、蓋開けんとか開けたら、開けたら後回し。うん、
またこれでご飯いけるやん。まあまあね。すごい食べるぞと思ってるわけじゃないんだけど、うん、一口食べた瞬間に結構食べれるなと思う、うん、食べた瞬間に、うん、あーもうこれ無理とか思ってでもそっからもう周りの人に騙されてる気分になってもう次の日から食べへんかお前らが嘘つきかみたいなすごい、それは衝撃だね。バイト話もまあ面白いね。そうね、バイト話レンク知ってるけど。何がですか？ミヘロジンのバイト話は知らないかもしれないですけど、時々ちらっと聞かしますよね。そうね、もう本当味染みてるね、うん、めちゃくちゃうまいです。うわ、この肉じゃが最高です。うん、じゃがいものこうちょっとねとりした感じ、これ朝だけどお酒とも絶対合う味で、ああもう合うでしょ、うん、久々飲んだ、結構皮赤くなった。マコって顔赤ならへん。あ、なんかね、レン君の前にいたからかな。レン君顔白いと思ってさ、で見たら赤いなと思って。え、そうでした？うん、そうなんだ。お酒飲んでるの、結構お酒そこそこ飲めるんだよね。まあ飲めるんじゃないですかね、多分。こんな感じにして、うん、うまい。うん、うん、うまい。味濃いね。味濃い、うん、はい、ということで、うん、出発だ。はい、いよいよ出発です。あ、やばい、マジですか。準備が急ぎます。レン君行きましょう。はい、結構行きました。行きましたね。ね、行きましたね。やっぱりいいね、この感じがかっこいい。かっこいいです、かっこいいです。はい、初サイン、初サインです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いつもありがとうございました。どうもありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。日本一に行ってもらって5秒ロゴも入ったんで。マジっすか？え、あそこですか？よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。行きましょう。あれ、あそ